はい、どうも、MK2まちです。はい、1、2、サシです。はい、というわけで、はい、MK2 ラーメン部、今回は番外編ということで。そうですね、番外編、初の番外編ですね。はい、まあ、ラーメン部だけど、ラーメン以外もやっちゃおうじゃないかと。そうだね。うん、というわけで、今回来たのが、燕市のかりん亭ですね。はい、洋食屋さん。うん、まあ、なんか洋食屋さんってことで、ハンバーグとか。そう、あとオムライス。うん、まあ、なんか一番有名なのがオムライスってことなんで。そうだね、ここもプルプルのオムライスがあるので。なるほど、ちょっとね、噂には自分聞いてるんですけど、うん、どんな感じかちょっと分かんないんで。いや、結構もうこのプルプル加減をぜひもう取りたいと俺は思ってます。なるほどね、じゃあちょっとそれを楽しみにいきたいなと思います。はい、はい、というわけで、いただきます。おう、はい、というわけで、はい、食べてきました。そうですね。いや、俺初めて食べたんだけどさ、うん、こうプルプル加減、うん、衝撃を受けたというか。ああ、でもそうだね、うん、なんか俺前食べたことあったんだけど、うん、その時はやっぱり今プルプルさせたくて、うん、プルプルさせた覚えがあるから。いや、動画に残せてよかったと。いや、なんかサシからも聞いててさ、うん、すげえプルプルなんだよって言ってたけどさ、うん、あそこまでこうなんか揺れてプルプルするもんだと思ってなかったから。確かに、そうね、これはもう本当プルプル加減だね。予想以上にすごかった。すげえプルプルさせたもんね、うん、すげえ卵ふわふわでさ。わかる、ね、ちょっとびっくりして、俺今まで食べたことないオムライスだったな。うん、あとなんかあれだよね、ウインナーソーセージも入ってるよね。そう、うん、オムライスとしてはちょっと珍しいな。そうだね、なんかこう、なんだろう、卵がさ、うん、生クリームみたいに。あ、わかる、そう、ふわふわすぎて、あの、開けた、そのスプーンでついた時のふわふわ加減ね、衝撃だったわ。確かに、ちょっと俺、ここ今までオムライス食べてきた中では一番かもしれない。美味しいね、これは。美味しかった、間違いない、美味しい、間違いないね。うん、ちょっとね、そこらのオムライス屋さんとはちょっと違いなっていう、ね、なんか卵すごい使ってるんだなって、うん、なんか何個くらい使ってんのかなって感じの。そうだね、うん、すごい使ってくれてるからね、うん、こう俺のイメージだとさ、こう、うん、ご飯が包まれてオムライスっていうイメージだけど、あれもなんかご飯の上にポンって乗ってるみたいな。確かにあれだね、その包んでんじゃなくて、なんかそのオムライスを、あ、そうじゃ、あの卵を包んでそれを割るとオムライスなみたいな感じ。そう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 、なんかおしゃれな感じのさ。確かに、そうだね、あの感じはちょっと初めて食べたから。そうだ、言われてみると確かにそうね、普通乗ってるけど、のあれだもんね、その割った時に広がる感じだもんね。そう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 、確かにあれはちょっとね、いいね、これ美味しいね。美味しかったわ、ちょっと。うん、美味しかった。美味しかったんで、ぜひね、はい、近く寄った際には食べてみるのもいいんじゃないかなと。ぜひぜひ思います。はい、はい、まあ、今回は番外編でしたね。そうだね、まあ、まあ番外編も今後ね、そうだね、いろんなとこ行こうかなと思ってる。確かに番外編、なんかもうとりあえずあれだよね、もうラーメンも美味しいけど、まあいろんなところも美味しいっていう ね、 う、 ね、うん、はい、というわけで、はい、まあラーメン動画もどんどん出していくと思うんで、はい、お願いします。そちらも見ていただければなと思います。はい、お願いします。はい、というわけで、はい、ごちそうさまでした。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。